ジュンさんと繋がってるんじゃないか。広末涼子が、週刊文春に激白した事務所への不審。こんな風に人を好きになったのが初めて、広末涼子が赤裸々に綴った鳥羽修作シェフへの、直筆ダブル不倫ラブレター、から続く。ミシュラン一つ星シェフ鳥羽修作氏、45、とのダブル不倫関係をめぐり、女優広末涼子、42、が、週刊文春、の取材に応じ、 所属事務所の対応などに強い不信感を抱いている胸を明かした。週刊文春は6月8日発売号で、広末と飛羽氏のダブル不倫を報道。続く6月15日発売号では、2人が密かに交わしていた直筆の手紙や交換日記の存在などについて報じた。当初2人は不倫を否定していたが、同号の電子版が配信される6月14日、昼12時の1時間半ほど前。 二人は不倫関係を認めるコメントを発表。広末の所属事務所、フラームは、彼女の無期限謹慎処分を発表した。その後、広末の夫で、アーティストのキャンドル淳氏、49、が6月18日午後、緊急の記者会見を開催。質疑応答で直筆の手紙について問われると、以下のように語った。自分自身を制御できない彼女が、普通の精神で、手紙を書いたり、しますか 派手な格好をして、外に、行きますか。そういう一つ一つも、以前にもありましたが、相手方が、彼女が異常だと思って止まってくれる人だったと思います。もう相手方と示談にした話ですので、詳しくは語りませんが、一回は自分も彼女のそういうラインを見て、相手を確認して、彼女にわからないように、相手のところに行き、決着をつけたこともありました。つまり、キャンドル氏はかつて広末の不倫をめぐり、 相手方と示談したことがあったというのだ。その相手として浮上したのが、現在もドラマや舞台で活躍している2人の俳優だ。週刊文春は2人の俳優との示談などについて、6月19日昼1時、フラームに事実確認を求める質問状を送付。すると、翌、20日午前9時20分、広末本人から直接、記者の携帯に電話がかかってきた。 事務所の対応は広瀬の考えとは違うものだった、週刊文春です。お話ししたいことがあります。ずっと会社、フラームにアプローチし続けてきて、裏切られ続けてきて、前回の記事の返事に関しても、私の考えとは違うものを出されてしまった。私も事務所を売るつもりもないんです。戦うつもりもないんです。ただ、あの人、フラームの井上義久社長とずっとお仕事してきたので、 あの人以外と仕事をするつもりもなくて、もしも井上と仕事をしないのであれば、この世界、この業界を去る時かなと。今は、信頼はしていないんですけど、やっぱり同志というか、ブラームの井上社長はもともと広末のマネージャーで、1998年に彼女を引き連れ、事務所を設立した。現在では、戸田エリや有村架純、み、田ラタエリから多くの女優が在籍している。 週刊文春は6月15日発売後の取材で、そのフラームに対し、直筆の手紙や交換日記の存在について事実確認を求める質問状を送付していたが、期限までに回答はなかった。ただ、回答しないという判断は、広末の考えとは違うものだったようだ。25年以上の付き合い今回、助けてほしいということも言ったんです。でも、今回そちらからいただいた質問状に答えない方向で、 やはりノーコメントという形を貫くということだったので、ジュンさんと繋がってるんじゃないか。広末は取材の終盤、事務所とキャンドル氏が繋がっているとの疑念にも言及し、少し涙ぐみながら次のように語った。いろんな疑いを私が会社に持ってしまった。ジュンさんと繋がってるんじゃないか。ジュンさんをどうして擁護するのか、とかも含めて、過去のことから今に至るまで、どうしても、 私が信じるものがなくなってしまったところでお話しさせていただきました。フラームは取材に対し、以下のように回答した。近親中の所属女優に関してのお問い合わせについては、回答を差し控えさせていただければと思います。果たして、ヒロスの過去の不倫相手、さらにキャンドル氏が会見で言及した次男の相手は誰だったのか。6月21日、水曜日、12時配信の、週刊文春。 電子版、及び6月22日、木曜日、発売の、週刊文春では、広瀬との詳細な一問一答のほか、キャンドル氏が示談した二人の俳優の名前、飛羽氏の思いを広瀬が書き留めたラブレターの存在、そしてキャンドル氏への60分に及ぶ直撃取材など、7ページにわたって、広瀬と飛羽氏のダブル不倫関係について報じている。週刊文春、編集部、週刊文春。 2023年6月29日号、感覚が狂ってる、上沼恵美子、広末涼子のダブル不倫を純やや、純愛や年な、発言で露呈した、ずれた感覚。連日世間を騒がせている、広末涼子と人気シェフ、鳥羽修作氏のダブル不倫。6月18日には、広末の夫でアーティストのキャンドル淳氏が都内でレリ的に会見を開き、さらなる波紋を呼んだ。夫は女扱いしてくれませんわね。 そんな中、タレントの上沼恵美子がダブル不倫騒動に言及。しかし、不倫したそばを擁護するような発言だったことから、ネット上で感覚が狂ってるなどと批判を浴びている。上沼は、18日放送の情報バラエティ番組、上沼高田の釘付け、読売テレビに出演。番組内で広瀬と飛ばしのダブル不倫の話題になると、私、本当不謹慎と言い、自身の発言を、 怒ってくださいとしつつ、鳥羽さんって男前違いますねんだから本気って感じがした、広末さんがとコメントしたのだ。上沼さんは広末さんと鳥羽氏について、妙に爽やかだったと印象を語り、40過ぎても純やや、純愛や恋なって思ってしまう私って、おかしいのかしら、と疑問を口にしていました。さらに、夫は女扱いしてくれませんわね。妻のことを、鳥羽氏は広末を、 女性だっていう風に扱ってくれたんじゃないとも発言。キャンドル純氏に対し、案に語言を呈したともとべるコメントを残していたんです。芸能ライター。最終的に、シャーナインや、好きにな、天文、と、開き直り、発言まで放った上沼だが、自分自身も夫婦生活には右翼曲折があったようだ。上沼さんは22歳の時に、当時、 関西テレビのディレクターを務めていた男性と結婚しています。メディアでは、夫の愚痴をネタにして笑いを取ることもありましたが、2018年に、女性セブン、小学館が夫婦の別居をスクープ。しかし、記者の直撃を受けた上沼さんは、自宅とマンションを行き来していますと答えていて、完全には別居していない様子でした。ただ、この状態はしばらく続いているようです。全室芸能ライター。 やっぱり芸能界って、2022年12月放送のバラエティ番組、アウト×デラックス、フジテレビ系に出演した上沼は、別居5年目であることを告白。とはいえ、主人と別居してますから、喧嘩したからってわけじゃないんですが、ちょうどいい感じでと、いい居離れ感であることを強調していた。番組内では、4年ほど前に上沼さんから離婚を切り出した時のエピソードを披露。しかし、 今ではそれを後悔しているといい、カメラに向かって夫に、あの時はちょっと突っ走ってたかなと思ってと謝る場面もありました。自分自身が結婚生活で苦労した経験があるため、つい広末さんの味方をしてしまうのかもしれませんが、世間では上沼さんの発言に非難の声が飛んでいます。スポーツ指揮者、広末と飛ばしのダブル不倫を、純愛と考える上沼に対し、ネット上には、不倫のどこが純愛なの 美談にしちゃダメでしょ。二人には子供がいるんだから、他人だとしてもちゃんと考えて発言してほしい。やっぱり芸能界って感覚が狂ってるな。などと批判が紛失。上沼恵美子は黙ってた方がいい。何でもかんでも首突っ込むなといった厳しい指摘もあり、反感を買っているようだ。果たして、純愛なのかは本人たちの溝知るところだが、上沼が一言多かったのは確かだろう。